今20分ぐらい車走らせて横浜江浜ビーチに着きました。車の中から見えてる景色でさ、やばかったから直接見たらすごいと思う。期待大。あのサマーズの番組でよくあるような砂チェックしてる見て見てこれすごっ、綺麗すぎる。何この色。あれが伊良部大橋か、さっき通ってきた。これは伊良部大橋じゃないです。あ、じゃない。これは伊良部大橋。え、これちゃうん？違う橋です。あれがね、伊良部島じゃないのよ。あ、そうね。失礼しました。失礼しました。この島失礼しました。けど、綺麗です。あっちの方の透明度とか、すごくないですか？行ってみます、ちょっと。こけへんよ。ほんとスニーカーで来るとかちゃうか。暑い。え、やばくない？色。普通さ、海やったらこうシュノーケリングのスポットとか、あの船で行かないとこれぐらいの透明度にはなかなかならないんですけど、もう砂浜からすぐでこれやもん。ほんまにすごい。やばーい、最高。終わり。逆やしもんね。でもカップルが結構多い印象。落ち着いてるな、雰囲気的にも。なんか結構私が住んでる大阪とか兵庫県とかの海やと、なんか若者がウェイウェイしてる感じの海が多いけど、やっぱりいいな、静かで。カップルとかファミリー向けで楽しいやろな。カップルできたらみんなめっちゃ楽しそう。はい、ホテルチェックインしてお部屋見てランチになってきたんですけど、今度ランチはブルーパープルっていう、多分ね、宮古島で一番有名なんじゃないかなっていうすごい人気のカフェに来たんですけど、何が素晴らしいかって、このテラスから見える絶景なんですよね。この海を見ながら美味しいランチを食べるっていう、なんとも最高な時間を今から過ごしたいと思います。海歩いてきたけど暑い。暑いけど、でもやっぱね、綺麗。天気いいから写真とか映像、ほんまに今の時期めっちゃ綺麗に撮れると思う。うーん、美味しそう。うーん、美味しい。我慢した甲斐あるわ。最高だわ、夏休みって感じ。でもやっぱりハンバーグが有名なんだね。夏でも美味しい。うん、暑いけど、暑いかける暑いで美味しい。一周回った。すごい涼しそうな顔しながら食べる。暑いよ。汗だく、足とかやばい。いいね。宮古島ってなんかワイワイするよりゆったりしてるからカップルかも、結構。だいぶあれだよね、もうね、数しか出てない。うん、もうお腹空いてるし。お腹空いてる時って数出るような、人間の出るね。もう食べ終わっちゃう、出る間に。うん。釣れた方まで。お腹空いるな。マンゴーかき氷。ちょっと溶けちゃいそうなんで早めにいただきます。あ、もう溶けかけてる。あれかな、なんかあの氷もちゃんと味付いてるやつ、練乳も美味しい。ふわふわ。マンゴーも入ってんの。うん、まずマンゴーと練乳。実はここマンゴー農園やってるらしいです。実はここマンゴー農園やってるらしいです。そのまま言うじゃん。そう、だからこのそうなんだ、めちゃめちゃ美味しいマンゴーが、しかもちょうど今時期じゃない、マンゴーの。うん、本当に美味しい。急になんか生き返ってる。元気になったって。口の中冷えるとやっぱちゃんと体が冷える。はい、ちょっと
とね、まだ夕方なんですけど、早めの夜ご飯ということで居酒屋デンジさんに来て、私早速ビールを注文させていただきました。では乾杯。乾杯。うまい。最高。最高。こんな美味しいビールあるってぐらい美味しい。テンション上がるよ。なんかビール持ってるとこ持ってほしい。こんな明日中に朝日やら何やらもう全部してくるらしい。ビールの広告とかってどんなの？もう写真で写真で飲み姿かわいいし、うわあ一番赤い、うわみんな声かける。声かける。でも可愛くて声かけられないか。ブルーオーシャン。ブルーオーシャン。ブルーオーシャン。はい、一品目が早速来たんですけど、釣ったばっかりのアジが来ました。めっちゃ美味しそう。見てる感じでプリプリ感が伝わってきます。食べていいですか？いいよ、食べて。美味しそう。普段から魚食べる？普段なんか魚派なんなら肉より焼肉よりはお寿司が好き。いや、忘れた。ガチャンチ。いただきます。美味しい。ビールと最高の。次はね、海鮮ラー油あえやって、なんか辛そうめんしてます。ライブニュースです。あのごま油めっちゃうまいし、これは何もつけへんでいいやん。うん、ラー油漬けのきゅうりめっちゃ大好き。きゅうり先食べる。いただきます。うん、ニンニクチップかな、入ってるかも。めっちゃ美味しい。これ男性が絶対好きなやつや。続いてきましたのが、宮古牛のたたきになります。これはもう、見る感じに美味しいね。ビール何杯だもん。今日は疲れたから1杯。疲れたから1杯。いつもはね、でも私あんまビール飲まへんくて、ワイン派なんですよ。まあ、炭酸が苦手やから、1杯目ぐらいしか飲まなくて、だから普段ワインなんですけど、今日はビールですね。ポン酢。シークワサーポン酢。シークワサーポン酢につけていただきます。うん、ポン酢美味しい。シークワーサーの結構効いてる。うん、めちゃくちゃシークワーサー。名前の通り。食レポ下手やね。朝の番組やってるくせに食レポ下手。うん、ほんまに美味しい。宮古牛美味しい。魚も肉も楽しめていいですよ。地元の人たちがね、集まってこれそうなね。うん、確かになんか観光客向けより地元向けっぽいから穴場っぽい。いいね。逆にそういうところにカップルで来たりとかするとさ、地元に触れながら、確かに地元の人もねちょっと会話しながら、あ、いいね、そういうの。もう4品目かな、3品目 4品目か4品目になるんですけど、沖縄といえばのなんとキソンキです。もうね、これを食べずには沖縄からは帰れないというぐらい定番の品なんですけど、いただきます。大きいな、1個が。紅生姜がいいよ。うん、めっちゃくちゃ味が染みてて美味しい。なんか沖縄のお母さんの味って感じ。沖縄のお母さんいる？いない。けどなんかおかんの味って感じ。今日1日目からお酒飲んで、うまいもつけ、最高。ほんまに最高。いいね、沖縄やっぱり。いいね、やっぱりね。のんびりしてるから、ほんまに過ごしやすいし、外はね、ちょっと暑いけど、最高です。なんかこんな素で大丈夫かなって感じ。逆にいつもは結構テキパキ喋ってみたいな感じやけど、ゆるくね、撮っていけたらなと思います。バイバイ。終わり、今日終わり。今日終わり。終わり。こっちがジーマミー豆腐の揚げ出しと
沖縄といえばのゴーヤチャンプルが届きました。豆腐コンビですね。沖縄といえば豆腐料理やね。ではいただきます。熱そう。ハムが入ってる。うん、めっちゃ合う。お豆腐とハム。揚げ出し豆腐になります。うん、こっちのゴーヤチャンプルの豆腐の食感と全然違う。特に違う種類の豆腐かな。そう、多分こっちのゴーヤチャンプルの方が木綿豆腐っぽいのかな。硬いんですけど、こっちはね、めっちゃなんかトロッとろ。はい、これでご飯のメニューはラストなんですけど、島魚のガーリックバター焼きが来ました。すごくない？島魚丸々一匹に、多分全部ガーリックやな、上に振ってあるの。大量の、やばいな。これは最高や、もうニンニク大好きなんで。最高だ。最高、いただきます。うわ、中もプリプリや。超一美味しいかも。やばい。身のとこまでバターとガーリックの味がめちゃくちゃ染みてて。本気でやってるから今。今本気やから。今本気やな。最後やから。本気やな。ビールと合うやつやわ。完全に。完全にビールのパテやな。いいね。なんかこういう大きいお魚みんなで食べたりする。最後、パイナップルアイスをかけて、この後はサンセットを食べます。黒糖とかマンゴーとかも味があって、いろいろ選べたので、また違う味で食べてみたいです。ほんま、何が出ても弾みますしっていう感じで。沖縄料理食べに来たんやったらここっていう感じな。うん、本当に地元の家庭の味が楽しめるっていう感じで、雰囲気も素敵やし、ぜひ参考にしてもらえると美味しいです。